2017年センター試験、公民分野から現代社会に挑戦してみます。ちょっとやってみるというぐらいで、そんなに満点取れる自信は全くないんですけども、力試しにやってみます。さて、普通に、そうですね、英語でも数学でもないので、読みながら適当にやっていきましょう。で、この現代社会のこの辺のリード文みたいなのはほとんど関係ないんですよね。食料とか電気ガスとかで、自治体、行政、社会的にかと、いいですよね。A に食料に関する記述と。全く自信がないですね。ガットのウルガイランドによって農産物の、オレンジの自由化とかちゃうかな、ガットのウルガイランド。僕らの時でも全くぐらい古い話やね。で、農産物の貿易に関して TPP に日本は署名、署名してたんちゃうんかな。なんで米の過剰生産が問題と米の生産。いや、減反やってたって。これは僕らぐらいの年代とったら余裕です。世界少量産業で手続きしてだからこれを消しといた方がいいな。ちょっと1、3が自信を持って切れるんで、世界食糧サミットにおいて地球規模での栄養不足人口を減少することで、ローマ宣言はあってそうな予感もするので、これを合ってるにしよう。2択ぐらいには言ってます。で、エネルギーに、や資源に関する記述で適当でないものをですね、第一石油危機が生じて OPEC による原油価格の引き上げはこれあったから正しい選択肢なんで切ると。トウモロコシした時に原料バイオエタノール生産拡大も食料に限ると、言われてるよ。これ合ってるから消すと。日本において電力会社に設備電力使って電力を買い取る。コージェネレーションじゃないんじゃん。これなんか、なんとか買い取り制度じゃない。コージェネレーションって共に発電するみたいな意味、ちょっと怪しいね。日本において携帯電話、デジタルカメラ、小型家電の最終限界を促す、促進する、そう、制定されてるんじゃん。3番が怪しいね。ちょっと3、4が自信がないけど、っていう感じです。はい、あんまり当てにならないです。お遊び程度です。お遊びじゃないんですけど、ちょっと自信がないので、そう言い訳させてもらいます。で、地方自治体に関する記述ですね。地方自治体の主張は地方違う違う、それ総理大臣とかじゃなくて独立大統領型なんで、どっちかというとこれ却下、人から独立して行政に求め中立独立か議決機これできなあかんねんけどな。独立していく議決機関じゃないと思うねんけどね。機関委任事務は国の事業で対等協力の先生。いや、これ違うの。機関委任事務の廃止やね。逆やね。首長は条例制定が中国で議決権これ。不再議権あるで、これ。これや、これ、これ。でも難しいね。なかなかレベルが高いですね。はい。日本の行政に関する記述で、行政に関する記述で、じゃあ行政裁判所じゃないよ。普通の地裁とかでやるよ。国における行政権の拡大において委任立法の減少、委任立法が増えるから法律では最低限で行政が増えるんやから、逆ですね。公務員の不法行為に損害、国賠やんね。国賠は保障されてると思うよ、確か。行政指導は手続きの不透明さ、行政指導は別に強制力はないだけでやってもいいんでね。3番ですね。これ自信ありです。で、市民や企業による社会貢献活動で適当でないものですね。社会貢献活動を止める団体消費特定広域活動法は、違う違う、高度経済成長期じゃなくて、阪神大震災後、辻元清美さんたちが中心となって作ったという、自分は年取ってるね。この自分が生まれて記憶がある時なら分かるんですよ。これ適当でない。234行こう。従業員ボランティア活動、産業ボランティア休暇など、これあるよ。こういう、でもこういう企業があるって、こんなん一社でも、日本の何万社とかあるうちに一社でもやってたらあるなんでね、こういう選択肢は絶対適当ですよね、この論理上。ですよね。ね。絶対と言って言い過ぎやけど、まず持って合ってますよね。で、地域社会でのボランティア活動を支援するのは企業に社会貢献活動、フィランスロープ、一応慈善事業やからね、普通 CSR なんやけど、三角って感じですね。ゼロミッションはなんか排出される廃棄物の CO2 なような気もするんやけど、などって言ってるし、三角で1番が明らかに適当でないのでいいでしょう。ちょっと調子が出てきたね。課題に、こういうやつはもう常識問題で大人としては解けるはずなんですよね。森林のゴミ問題が現在の地域住民ボランティア方で批判する。これブレストちゃん。ブレストやろ。市民団体と関係者に市民団体どのようなことを知らせるのか、これインタビューや、インタビュー。で、放置するかもしれないけど、研究者結果を、プレゼンテーションかな？報告するやから。DAC。ありますね。はいと。よし。で、個人と社会との関わりについて主張や、これなんか倫理っぽいやつやね。倫理分野か。
ハーバーマスは近代にとって自由を重んじた感じで自発的に復讐。これフロムやん。フロムやから却下ですよ。ニーチェはアンガージマ。これサルトルかな？ニーチェではないよね。ニーチェが言いそうなことではないよ。超人やね、超人。ニーチェは。他人の評価は自分の行動基準じゃないかし。これリースマンの他人思考型で合ってると思うねんけどな。これやと思うねんけどな。権限、弱者で攻撃作る。3と4がちょっと、これもできなあかんねんけどな。追従して弱者に対して攻撃作りますが、権威主義的パーソナリティ。合ってそうなんよね。合ってそう。3と4がすごく悩むから一旦保留にしよう。どこが間違ってんだろう。他人の評価を自分の行動の基準として内面化し、周囲に同調する大衆の社会的政策のリースマンは他人思考がこらってそうやねんけどな。権力や権威に追従しつつ弱者に対して攻撃的に振る舞う性格をウェーバーは権威主義的パーソナリティ。一応3番にしとこうか。ちょっと自信がないですけど。で、本部の内容と合致する記述。ああ、だからこれ本文読まなあかんやつですね。でも逆に国語で解ける感じですよね。よし、本文読んで理解しよう。かつては、森林で自給自足的にしてた。で、電気ガスが広がって生活が変化した。で、林業も衰退して森林が放置されてると。で、森林っていうのは他方で環境保全機能がある地下水の話とか二酸化炭素の話ですね。で、森林を活用する新たな取り組みっていうのは、新たな取り組みって言うとそんな新しくないねんけどな。まあ自治体が絡んできてるって話か。で、社会的な活動も行われてる。そうか、3段落目は自治体が主体で、4段落目は一般市民とか企業とかが動くという話ですね。で、積極的に関わった方がいいと。あんまり面白くない文章やけど、これで解けるかな？かつて人々は森林と密接に関わりながら生活や電気の普及に人々が変化してきた。これ合ってるから、合ってる記述なんで選択肢を切ると。森林の環境保全機能を維持するために森林対策に関わるよ。抑制したちゃうよ。もっと関わっていこうって言ってんねんから、これが不適切です。この時は生態系に発生する地区的に利用森林を周囲に活用する取り組み。これ合ってるから却下。森林対象者社会的な活動で都市部森林ボランティア、森林の学習活動が、これも合ってるね。よし、まずのペースで来てます。で、次が政治関係。民主主義、古典的著作、民主主義、ポピュリズムとかの話ですね。よし、問いに行こう。外国の政治政策活動でもっと、イギリス議員内閣制は、解散権、上院じゃなくて下院やと思うんだけどな。上院が参議院に当たるやつなんで下院でしょ。アメリカの大統領制では議会に大統領の不信任、これ議員内閣制の話なんで独立してるから違うと。イギリスの議員内閣制では首相は議会に議席を持たない。保留やね。アメリカの大統領制は大統領は議会に、こっちが丸やね。議員内閣制か、日本の総理大臣も議会持ってるからね。これ却下やね。大統領制でいいですね。よし、河川も便利化して国家や政治に勝てて、これ倫理分野か、どっちかというと。プラトンは可視的な現実世界の探求を愛する者たちの成長。違う違う、イデアやね。可視的な現実世界を超えたイデアを探求するものですからね。そこが違うでしょう。アリストテルは、中産市民が多数派となる共和制を重要だ。中産市民が多数派となる共和制っていうのがすごく怪しいけどね、限りなく黒に近いと思います。ホブザ・バニマネズムとか、自然権を国家から獲得した。自然権を国家から獲得したじゃなくて、契約を結んだですよね。なんか違う臭いねんけどな。ロックは政府が社会契約に反した場合でも人々は抵抗権、革命権を行使して政府。いや、ロック逆に抵抗権って言ってるからね。変更してもいいって話や。ニート参加、中産市民が多数派となる共和制を中央へと国政。本部座回避するために人々が自然権を国家から獲得するってすごい矛盾するような気がするんやけどね。いいよね。やっぱこっちか、2番か。アリストテレスで中庸はいいんやけど、中産市民が多数派っていうのが若干引っかかるんやけどな。これなんか貴族のような気もするんだけど、まあいいや。消去法的にこれが一番マシでしょう。で、下線部審議に関連して統治の原則によって適当でないものですね。国王や君主の権力者法に従う人や政治的な政治家は人の支配。そうですね。これ合ってるから選択肢を切る。選挙の直接権、選挙の権、有権者の一票の、これ平等の話やん。これ嘘、嘘、嘘選択肢。
国家権力を基礎になって分離する相互に抑制均衡させるが国家の権力分離。これは合ってるから却下。国家からの自由と国家権力に不当な、これはもう合ってるから却下でいいですね。下線部 D に関しては日本における刑事司法で最も適正なものだと。法定手続きの保障に法律の手続きの連絡が権力される。まあ、これ合ってると思うんだけどな。無罪推定検査が判決が定した後に、違う違う、判決が確定する前の話です。刑事事件における被告人が弁護人を依頼することができると規定されてるよ。刑事事件においては有罪事件確定で再審によって無罪になったことは、いや、あるわ、再審あるね。これで合ってますね。河川部に関して日本の議会制民主主義に関する持ってきているものとか、保守政党と革新政党の対抗で55年実社体制ですね。自民と社会ですね。国会の議席数において革新優位の努力、いや、保守優位です。基本的に自民党優位やから、これ却下。てか、もう年取ると記憶でできるっていうのはいいですね。あ、でもよくないね。それじゃ、これ受験、見てる受験生参考にならないから知識的に言った方がいいですね。自民党優位でした、ずっと。で、自民党っていうのは保守です。衆議院における野党が与党の議席数を参議院によって回る現象は現在、いや、ねじれ国会ってやっててましたよね。これは皆さんでも記憶あるんじゃないですかね。生じてるよ。国勢調査において、証人の出廷証言を求める権限は憲法上衆議院と参議院の、これ国勢調査権は両方あったと思うで、独立してそれぞれ行うやつやから。内閣に対し不信任を決議する権限は憲法上衆議院と参議院、これ衆議院だけでしょ。連動するの衆議院だけなんでね。よし。さあ、就職活動の大学生と社会人、この会話は基本意味ないよね。これが経済分野っぽいね。うん。まあ、キーワードぐらいでいいよね。とりあえず解いていこう。A って何やったっけ？企業ね。コングロマリットは同一業種の企業合併買収で、コングロマリットは異業種に行ってるやつやんね。却下やね。今日とベンチャー企業に資金調達の場ができる新興株式企業、マザーズとかあるよね。存在するよ。日本において競争を抑制するような企業の行動に対して財務省財務省じゃないと思うんだけどな、公取行っちゃうのかな、独禁法やしね。で、GHQ の指示による解体に対しての日本のトラスト。トラスね、カルテル、トラスト、コンツェルンってやつよね。ちょっと自信はないけど、2番が明らかに合ってるから2番を選びましょうか。うん、その3つの違いをよく忘れた。B に関しては日本の株式会社制度に関する適当なのね。株式会社の取締役は、なことないよ。取締役は全然別から選んでもいいっす。発行して事業会社の自己資本。自己資本ですよね。これ合ってますよ。利益のみにかかる株主さんに、やんなことない無敗の企業もありますよ。株式会社取締役は株主が議決して交代する。いや、株主総会の方が偉いから、それ解任できるから、2番ですね。C に関して日本の金融機関の状況で適当でないものですね。不良債権処理の指導を始めて金融機関の監督には通産省やったかな、保留やね。金融機関、企業に対する融資条件を厳しくして貸し口を資源化する貸し渋りとかね、貸し剥がしとかあったよ。これ記憶にあるから、うん、消せる。相次ぐ金融機関の破綻の背景に金融再生、これ制定されてない記憶があんねんけどね。不良債権が増え、金融機関の自己資本比率が低下した、これも合ってるから適当でない。通産省じゃなくて金融庁か。いや、でも当時ってことは大蔵省か。通産省ではないよね。大蔵省か財務省、金融庁的なやつでしょうね。で、河川部 D に関して日本の社会保障制度が付きに持っていけるものですね。基礎年金は各種年金制度の格差。基礎年金は違うよ。格差緩和じゃなくて1回部分ですよね。俗に言う国民年金部分ですわ。学生の場合20歳以上じゃなく、いや、義務っすよ。猶予とかは出せるけどね。公的扶助に関する事務は、いや、公的扶助って、まあ、典型的には生活保護で、それ福祉事務所でやってますよね。現在、社会保険を構成するのは医療保険、年金保険、雇用保険、介護保険によってたる。これ合ってると思うねんけどな。俗に言う社会保険って言ったら、年金と労災とかは入れへんのかな。ちょっと嫌ですね。労災、ちょっと保留やな。2番ははっきり消せる。3番もはっきり消せる。1番は言い方によっては、なんかこれ、日本怪しいよね。この選択肢が合ってるくさい選択肢なんですよ。年金制度格差を緩和をすることなどとか言うてるからね。明らか無難なんよね。格差緩和はできてへんねんけどな、この基礎年金で。だって2階部分、3階部分やからね。でも、何にもないよりかは緩和できてるか。これ労災保険って社会保険って言うのかな？社会保険って言う、
言葉嫌いっすよ、ほんと曖昧なんで。でも労災保険が明らかあるような気がするんよね。国語的にというか、このセンター試験の文言からして1番かなとしよう。はい。河川部員に関して日本の景気動向や経済情勢が記述を求めてきたものを選べと。80年代後半は、80年代後半ってバブルないから低金利ちゃうやん。違うよ、低金利ちゃうよ。ねえ、狂乱物価っても違うと思うんだけどな。90年代以降の経済って失われた10年。失われた10年って呼ばれることがあるっていう、この文言が、それは呼ばれることはあるんやからあるよ。必ず呼ばれるとかじゃないからね。呼ばれることぐらいあるよ。しかも大体合ってるし、失われた20年とも言うけど、実質経済成長率は80年以降現在まで、いや、マイナス成長あったと思うで。第二次世界大戦のいわゆる五層先端方式のもとでは銀行間の競争を抑制やね。よし。やっぱ文言大事ですね。このセンター試験特有の言い回し大事ですわ。で、河川部に関して、次に新入社員に会社やるときあなたはどういう、あ、これはなんか図表の読み取り系か。5年刻みね。内容で、あいうえ、読みにくいな、これ。ああ、だからこれはめていけってことか。給料が高いからは、もうパズルやんね。面白くないな。会社の将来性を考えては、90年から2005、減少し2005、ちょっと分かりにくい。どっから埋めたらいいかな、これパズル。自分の能力、個性が支えられた仕事も面白いよりは、どうか。ああ、だから C と D をまず2項を切り分けようか。95から2010まで増加し続けて、2015に減少したのが2つあるはずやから、それを C と D に割り振ろう。2015で初めて減少するっていうのは、2000、なんぼや？なんぼからって？ 95から2010ね。だから95から2010やから、こいつと、こいつですね。これが C or D ですね。そういうことですね。これ、ああいう絵とかめっちゃ見にくいねんけどな。むっちゃ見にくいってしゃあないな、これ。これが選ばなくていいやつと、この点々、これが選ばなくていいやつか。これ見にくいな、しゃけど。こういうことね。で、90年に仕事が面白い割合は会社の将来性考えて半分以下だった方がいいですね。これも極端なやつやから、なんか選べそうやな。だからまず逆転してる、こう、クロスしてるやつを探せばいいと。クロスしてるのってそんなにないと思うねん。そうやね。クロスしてんのはこいつやな。だからこいつが、さっき COA D って言って、そのクロスしてんのが、これが D やろ。で、D とクロスしてるのは、これやと思うんだけどな。これが、B か。これでどうや。今のでついつまうかな。D は B の半分以下。90年は D は B の半分以下。合ってますね。だったが、2000年にほぼ同じ。2000年にほぼ同じ。B と D、ほぼ同じやね。よし、これは確信持ってきた。そんで、2015には両者は逆。2015は逆やね。そんなら COA D って言ってたやつを、これを消して、これが C 確定ね。もうこれで解けたのか。だから、この A ってやつが、これが A で、E ってやつが、これが D か。で、これ見にくいでしょうね。あーが C ってことかな。そんで、うーが B か。で、一応裏を取るか、時間はあるっしょ。A は経営者を上回ってた。A は経営者ってどっちやな。経営者は一番太いやつか。A は、どこや A って、これか。経営者を回ってきたけど、2005で逆転してますね。2005で逆転、合ってる合ってる。B は、90から2005まで減少。B は、減少してますね。で、2005からは技術を下回ってる。技術っていうのを下回ってますね。よしよし、合ってるね。これで OK やね。で、あいうえの順番か。CDBA。
CDBA、よしと。まあまあいい感じの処理の仕方できましたね。で、G に関する記述っていうのは一応 G を見ときたい。G ってなんだっけな。G は、日本や世界の経済情勢ね。日本や世界の経済情勢で、2000年代世界経済で存在が高いブリックスは、豊富な人口でね、これ合ってると思うんだけどな、ブラジル、ロシアとかインドとかチャイナたちですよね。合ってるっぽい。2010年ドイツの財政がユーロの侵入。ドイツじゃない、これギリシャやね。2000年代に輸出に合わせた年間貿易総額日本と中国が大。これは知らんけど3位じゃないんちゃうん、これは知らん。2010何年前半において、日本の公的債務の対 GDP 比はこの、いや、結構債務費高いと思うねんけどな。だから、ブリックスが、これかな？これですね。よし。河川敷に違えて、葛藤、あ、これも倫理分野やね。接近と、あれやね、山嵐のジレンマやね。葛藤と、ああ、だから、プラスプラスとかプラスマイナスとかやってるね。山嵐のジレンマっていうのは、こう、近づきたいやつにプラスとマイナスの側面があるってやつやね。なんか他に困難がありましたよね。プラスのやつ。こう、どっちか取れないけど、どっちもプラスとか。あ、接近か。思い出してきた。回避とか困難ですね。で、これ、接近回避一体型みたいなやつですよね。だから、ね、リスクを取らず、何もしなかったら何もないけど、いいものを取ろうとしたらリスクもあるみたいな、なんか両面あるってやつを選べばいいんやね。大学を卒業したら外国、これ、プラスプラス型ちゃう？接近型やね。これだから却下。それで全て職業で親を安心させたいが、ああ、これが同じ一つの選択肢の中にプラスとマイナスが混じってるからこれですね。自分のアイデアをもとに企業挑戦者強制、あ、これも同じ起業するっていう同じ一つの選択肢の中にプラスとマイナスがあるから B と C。よし、これですね。そうっすね。OK、思い出してきた。だいぶ勘がなんか冴え渡ってますね、今日は。で、最後は法律系かなの話ですね。こういう知識は厳しいな。河川便に関しては日本世界史に関するもので、19世紀に関しては旧世界と三国で産業交流で世界の。これは自信がないけどな、自信がないな、歴史ですね。公正資産、明治じゃないやつ選べるかな。富岡製糸場と八幡製鉄所はなんか典型例だと思うんですよね。で、下2つ知らないんですよ。韮山反射炉ってめっちゃ怪しいんですけどね。こんなん知らないですけどね。炭鉱はあってもさすがやけど、これが一番意味不明やから、これ選んどこう。河川民主、日本の陸、国会ですね。衆議院に可決されない、参議院に可決されない限り、いや、これ、参議院で否決されて衆議院再可決とかって話を盛り込んだらいいですよね。成立することはあるからね。日本の外交条約の締結承認する。いや、国会は条約を承認するんですよ。衆議院解散国会の衆議院選挙の日からさ、これ特別って臨時会じゃ特別国会やって、これ。国会への法律案の提出は国会議員でなく内閣も行ってます。むしろ内閣の方が多いです。議員立法の方が少ないです。はい。河川部に関して環境の保護や保全を目指す国による地方自治体取る法的手段で AB 記述することで我が国を取ります。AB の自治体。まず AB か。直接規制するとインセンティブね。それを振り分けていってか。廃線の中で歪みと発生。これ直接規制ですね。歪みと発生が重要な現在。これインセンティブでしょう。行政権限認可。これ直接規制ですね。そうっすね。誘導するではないですもんね。そうですね。だから AB の組み合わせ。AB の組み合わせってどういうことよ？あ、A に区分されるものね。A に区分されるとアートウーかな。はいと。よし、まずまずのペースで来てますね。河川部に関して日本における住民や地方自治への関与に関する記述です。住民の地方自治への関与ね。地方自治の住民から直接請求には、条例制定の請求権ある。廃止？保留やね。
地方自治体の住民のことだけ直接的な直接的な町の会食リコールあるね。議員の会食もあったと思うんだけどな。憲法上特定の地方自治体のみ適用する特別法は、条例特別、これ、ある、こういう規定あったと思うねん。あったと思うんよ、これ。これ、内政的に特別権の設置によって3票住民と。これはあったんちゃうかな ?3 かな?そうやね。3、会、ね、条例の制定があるんだったら廃止が含まれない理由はないからね。環境の保護や保全の法制度ですね。有力の自然環境や健康などを享受する環境権の保障は、憲法では、日本の憲法古いですからね。環境権、明文ではないです。13条でいきます。あ、13条とは限らないけど、まあ、13条の幸福追求権などでいきます。絶滅の恐れがある野生動植物の個性的なワシントン条約、これ丸っぽいね。日本において環境アセスね、アセス。いや、自治体選考でやってたんだ、これ確か。ラムサール条約は、有害企業、ラムサールってなんかため池?なんかもうちょっと環境っぽいやつやったやんね。こっちがワシントン条約で、条約の名前忘れたけど、なんかもうちょっと違うかった気がするんで、2番を選ぼう。よし。で、ここは国際関係系か。よし。A に、A って何ですか ?A は国際機関ね。いけるかな?発生する難民の保護。難民の保護じゃないやろね、WHO は。健康やね。労働者の権利や、ILO ちゃん、これ。労働者やからね。子供に必要とされる A は、ユニセフってこれやんね、多分。で、ふっかけてあげて。あー、3と4がはっきり切れない。ユニセフ。ユニセフに募金するとか言うよね。何世界大戦が復興と経済が国連貿易か。アンクタッドが何やったか忘れてしまったけど、ユニセフかな。アンクタッドも怪しいんですか、合ってそうな気がするんですけどね。子供医療。でも医療じゃないな、これ。ユニセフって学校を作ろうとかやから、栄養や医療などのっていうのが、これが怪しくない?こっちちゃうかな。よし。B に関して、途上国と貧困に関する規律について適当でもないものですね。70年代には回答努力で経済的利益を定めている深刻財政。これ聞いたことないっすわ。保留。90年代には国の開発度合いを測る手術で平均余命、教育、所得と差分、人間開発。人間開発指数は聞いたことあるけど、これで合ってるのかどうかわかんないです。途上国の中にも一人としてとか特に国際的な国を後発。これはなんか文言から合ってると思うんだよ。日本語テク的に、多分。貧困と飢餓の撲滅や教育の普及、女性の地域の2015年に達成した国の。これ違うと思うんだけど、目標じゃなくて、なんかこれ怪しい。ちょっとほとんど根拠はないですけど、勘ですね。最終こういう勘になりますよね。真に関する記述、人権ですね。子供の権利条約が子供が意見を表明する。これ規定されてると思うで。あ、あってそうやね。日本では女子差別撤回条約で批准に向けて、批准に向けてじゃなくて、批准してからちゃうかったかな。世界人権会議でウィーン宣言で先住民権利の協議を見送られたんじゃなくて、やったんちゃうかな。基本的に世界共通基準で世界人権を国連において条約じゃないよね、宣言やったら。やっぱり1で合ってると思うんだけどな。子供の権利条約、一応見たことあるんで、ちらっとは。あった気があります。で、OECD 加盟5カ国による途上国への教育支援の ODA の総額と初等教育。これ図表の読み取りか、ただの。知識じゃないですね。2003年、援助額が最も多いはフランス。援助総額ね。援助総額、フランス。合ってる。援助額が最も少ないのはアメリカ。いや、イギリスです。アメリカじゃなくて、イギリスです。2013において教育分野の援助総額ですね。割合ね。割合やから、2003年、2013ね。13で割合か。で、ドイツの割合さっき出そうか。2013年って教育面の援助総額に所得教育の援助額の割合が最も小さいドイツ。ドイツは1732分の1、2%か。確かに割合低そうやけどな。低そうやね。イギリス、アメリカは論外。これ10分の1以下やもんね。
他大体10分の1程度だから、ドイツはね、合ってんね。最も大きい国は日本。んなことないで、日本8分の1以下やから、最も多いのはアメリカでしょう。これ、却下。2003と2013比較して、教育分野の総額の減少額は、減少額ですね。3と13で。日本約100、104減ってんね。すげえ、イギリスめっそ増えてるやん。めっちゃおもろいな。てか、そういう見てる場合じゃないねんな。日本一番減ってますね。初等教育の援助額の、今度は初等の増加額は最も大きいやつね。増加額がドイツ？いや、ドイツ50ぐらいしか増えとらへんで。フランス110ぐらい増えてもんな。却下と。2003と2013比較して、教育の援助総額の増加率が最も大きくね、イギリス。あ、イギリスめっちゃ増えてるってさっき出てたよね。援助額の増加が、初等で、額で、ですね。初等の額の増加率か。そらフランスやろ、これ。6倍ぐらいなっとるからね。他に6倍とかなってんのないから4番ですね。単なるもうこれ算数というか数学というかですね。グローバルなものについて考え方や取り組み。頑張ろう。異文化共生、互いの文化や宗教、生活について尊重する必要があると。いや、S の線とじゃあかんでしょ。逆しよう。あ、だから適当でないものやからこれ選ばなあかん。危ない危ない。貧困関係者が感染する問題に対しては国家の安全保障するだけで。これ聞いたことあるし、合ってるはず。人類が存続中な開発が地球の領産、持続可能開発聞いたことあるし、いいと思う。で、利用宣言じゃないよとかいう、そんなしょうもない引っ掛けここにはないはずだし。開発途上国の貧困を実現する、貧困を削減する取り組みをして、無担保低減、マイクロクレジット、まあ、これもいいね。よし。さあ、まだ続くか。これか。経済系ね。あ、これが最後の大問かな。頑張ろう。経済、資本主義経済適当なもの。ああ、ケインズは資本主義で深刻に有効利用。これ合ってるよ。合ってる合ってる。アダム・スミスが、これ言ってるよ。シュンペーターが創造的発明、これ合ってるよ。リカードが、これマルクスやん。ですね。で、B に関して、労働環境ですね。一人当たりの年間総労働時間は次第に、現代で、いや、フランスとして回ることはないっしょ。バカンスの国ね。労働基準法の改正によって、裁量労働時間、そんなんあったっけ？裁量労働制、ああ、ちょっとでもその議論はあったからな、保留しとこう。若年層の失業率は全然、若年層の失業率は高いと思うけどね。派遣法改正、製造業として、いやいやいや、逆やで、これ。逆逆。製造業への派遣も解禁されたいから、労働者が派遣で、製造業原則で労使派遣業務の対象内になったよね。裁量労働制、これあったっけな。議論はしてたんですよ。裁量労働制の対象業務。どれも違うっぽいな。1と3ははっきり切れるし、4も切れるし、これかな、これ。議論はしてたけど、実際に改正されたんかな。記憶にはないよな。時間はあるよね、全然余裕やね。本文にヒントがあったりする？そんなことないよね。んなことないですね。本文にヒントはなさそうなんで。製造業は対象。派遣業務だけど、禁止業務の対象外となったとかという意味なんかな、これ。労働者、派遣業務の対象外って日本語は変やね。派遣禁止業務の対象外となったと丸なんだけどな。でも、派遣業務っていうのは派遣可能業務というふうに読めばいいわけですよね、普通に考えたら。この日本語がいまいちわからんな。まあいいや。市場における競争企業に関する記述をまとめたけど、小規模な売り手と買い手が多数存在するのは、従業者支援するよりは企業は価格に。これ合ってるよ。これ合ってる合ってる。プライステーカーの話ですよね。企業が将来の新規投資になってるべく価格で利益の価値が付きする。原価償却違うよ。原価償却は、まあいいや、説明はせんとか。どっちかというとこれ内部留保と書き換えたいんよね。規模の経済が働く戦略が強制、生産規模小さい。いや、規模の形態はたくさん作ると安くなるって言ってたよね。企業その業務の一部は他の経験、デリバティブは金融派生商品で、これなんや。
業務委託とか、あ、アウトソーシングか、カタカナで言うとですね。D に関して現代の景気循環における諸局面と経済的な基準として適当な部分、公共機において景気の形を支えている政府の増税、まああるっちゃあるね。景気の後退期においては商品の需要に対して供給が過剰になり在庫が増える。これ合ってるよね。故郷期において景気を回復する中継局において国債を売却すると金を引き上げてるからあかんって。売りオペちゃうやろ、買いオペせなあかんで、ね。これ怪しダメ選択肢やで、ね。景気の回復期においては在庫が一定水準が減少する商品の生産が。景気の回復期は在庫一定水準が減少する生産が。これ合ってるね。ですね。よし。所得の格差細分配で適当なものですね。80年代以降、日本の所得に対する GDP 傾向、拡大傾向なんですよ。格差が広がってるんですよ。で、90年以降、中国で都市部とナスの所得が小さくないね。税負担の垂直的公平とは、職種に関わらず同程度の所得であれば同程度の。これ、ちょっとわからない。垂直的と水平的わからんから保留。公的に所得細分の機能があったと、これはっきり合ってるね。はっきり合ってる。垂直的公平、職種に関わらず、ちょっと垂直的公平が、これ水平的公平って意味なんかな。なんとなく水平っぽいイメージやくし、4番がはっきり合ってるので、合ってるよね、合ってるので選ぶと。よし。ということですね。終わりですね。まあ、一応見直そうか。もう飛ばしたとこはないし、8割は超えた手応えありますね。意外にできましたね。ここは、自信がないんやけど、署名したんかな？その自信がないけど、ここもやや自信がないけど、消去法的に言って、適当なものを言って、適当なものも、この辺は合ってるっぽいし、適当でないものはこれ合ってそうやし、DAC 大丈夫ですよね。DAC ですよね。ロールプレイは使う余地ないですよね。で、このリースマンとウェーバーが、ウェーバーじゃないか、権威主義的パーソナリティ。なんか違う。これフロムか？フロムじゃないな。なんかウェーバーじゃない気がすんね。やっぱだから3番が合ってるね。これは国語でできたからよくって。民主政治、外国もこれも合ってる。これアリストテレスがちょっと知らないけど、自然権を国家から獲得したっていう表記がすごく気になるんよね。だからまあ、比較的にこれで適当でないもので選んでる。刑事司法で選んでる。国勢調査権も多分自信ありで。企業も、あれやね、コンツェルンかな、この財閥は。ちょっと違い忘れたけど。結びつきが強いのがコンツェルンやったっけ。で、会社の自己資本とかもあって、適当でないものが通産省じゃないやろって話やね。で、これが社会保険、労災保険はやっぱ社会保険に入れますよね。ねえ、やっぱそこは譲れないので、1番は記述的にマシやし、これも記述で、そのセンターの特色ですね。これは裏を取ったから、いいやろ。CDBA でいいはずですね。それで、X もまあいいやろ。ちょっと他自信がないけど、よくって、これは、しっかり溶けた感じがあるからよくって、まあこの辺を考えても分かんないしいいし、国会はこれ自信ありで、これもまあ合ってるでしょうというほぼ論理の話で、これもまあこうかな、こうかなぐらいのまあまあ自信がある選び方をしたところで、これがやや自信がないけれども、まあまあこれかなという感じで選んでますね。間違ってることもあるかもです。ここはちゃんと合ってるはずですね。適当でないものは、これも自信ありです。これも自信ありで、これがちょっとよくわからんけど、これあったような記憶があるし、一番マシなの選んでいったこれで、この辺は自信あり、自信あり。まあ合ってるかなというぐらいですね。最後まで見直しました。お疲れ様でした。ありがとうございます。